はい。皆さん、こんにちは。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日はですね、ちょっとココ・モンテス選手の、2試合しかまだ見てないですけども、ちょっと見た打撃のね、感想であったりとか、守備での感想、起用法なんかも、ちょっとね、言及したいなっていうふうに思ってます。今言いましたけどもね、たった2試合しかちょっと見てないんで、まだはっきり断言はね、できないんですけども、やはり、僕が言った通りではないですけども、非常に適応力のある打者なんじゃないかなっていうふうに思ってます。今、通算で2試合で、代打1試合目代打で行きまして、2塁打打ちましてね。で、2試合目、昨日の試合はですね、スタメンで、出てというところで、今合計で5打数4安打なんか、5打数4安打。打率8割というところで、その出だしでね、まだどうなるか。わからないですけども、非常に、見てるとですね、ヘルナンデスとよく似てるなっていう感じはしますと。じゃあどこが似てるのかっていうと、カウントで、例えば有利なカウントでも、大振りしないというか、結構コンタクト系なんですよね。どっちかというと、ヘルナンデスもそうじゃないですか。当たればホームランになるパワーはあるんだけど、どっちかというと変化球も待ちながら、ストレートを対応していくようなね、打撃もしてって、非常に日本で打率を残しているような日本人打者ってたくさんいると思うんですけども、そういった打者に共通するようなボールの待ち方というか、非常に、例えるなら 100% まっすぐでっていう待ち方をしないようなバッターなんじゃないかなっていうふうに思います。で、昨日ですね、ダゾーンで試合を観戦しておりまして、解説の方がね、ちょっと言われてたんですけども、あまり、打球がまだしっかり捉えた打球ではないので、まだ何とも言えませんけどね、みたいな感じのコメントをね、残してらっしゃったんですけども、逆に僕の意見から言うと、その打ち損じたというか、あまりいい打球じゃない打球がヒットになってるってことは、バットの出方であったりとか、ボールの捉え方が非常にうまいかったりするので、ヒットになるんじゃないかなっていうふうに思います。例えるならですね、例えばイチロー選手とかね、よく詰まったヒットとか、内野安打。あれは、足が速いんでヒットになると思うんですけども、そういったヒットって結構多いじゃないですか。で、あれって、いいバットの出し方とか、いいボールの待ち方をしてるから、ああいうヒットって打てるんですね。で、別にイチロー選手に限ったことではなくて、他のバッターでも、大体調子のいい時って、全部が全部捉えたヒットを打ってるかって言ったらそうではなくて、詰まったヒットとか、飛んだところが良くてね、ヒットになったりとかっていうヒットの方が、どんなバッターでも多かったりするので、そういったところで、僕の見方としたら、逆にそこまで捉えてない打球がヒットになってる。ヒットゾーンに転がってる。打球が飛んでるっていうことは、非常にいいバットの出し方、いい待ち方ができてるんじゃないかなっていうふうに僕思うんですね。で、1打席で、ウィック投手かな ?DNA の。速いストレートに対して、三振をしてしまいましたけども、あの打席はちょっと合ってなかったな、タイミングが合ってなかったな、振り遅れてるなっていう感じはしましたが、それ以外の打席に関しては非常に昨日、昨日ですね、DNA をね、オープナーというか、いろんな系統でね、繋いできて、いろんなピッチャーを経験したと思うんですけども、非常に時々というか、そのピッチャーに対しての適応力っていうのがあるなっていうふうに感じたんで、非常にね、強打者というよりかは、好打者かな。っていうふうに思います。で、守備の面で見ますと、守備もね、そんなに守備の機会が多かったわけではないですが、ゴロをさばいたりとか、フライを取ったりとかありましたけども、そこまで怪しいなっていうか、ちょっと危ないなっていう感じは正直しませんでした。ただ、これが難しくてですね、サードというポジションを守ってて僕はそういうふうに感じたと。じゃあ、サードでその違和感を感じないんだったら、ショートでもいけるんじゃないかっていう意見もあると思うんですけども、またそれはね、別なんですよね。ショートというポジションは特に二遊間ですよね。二遊間というポジションは本当にね、特殊なんですよね。僕が守ってたキャッチャーというポジションもすごく特殊な、ポジションなんですけども、内野手は内野手でも、サード、ファーストと、セカンド、ショートでは全然動き方もそうですし、打球の跳ね方も全然違うんですね。で、具体的になんで違うのかっていうと、僕は、内野手の本職じゃないんで、はっきりとは言えないですけども、やはり距離が違うと思いますし、距離と方向が違うと思うんですね。どういうことかっていうと、やはりショートであったりとかセカンドっていうのはある程度距離があるので、打球に対して、しっかり足を使って合わせていかないといけないっていうふうに思いますけども、サードであったりとかファーストっていうのはどちらかというと距離が近いので、バウンドを足を合わせてっていう感じではなくてね、そういう時もあるんですけども、どっちかというと反応でとか、ファーストでファーストだったら、ファーストに近いので、一塁に近いので、体で止めてでも、みたいな感じのところが強いかなって思うんですよね。で、また打球の質というところで言っても、サードであったら、右バッターの引っ張った打球ですよね。強い、ちょっとフックの効いたというかね、こういうラインドライブがかかったような打球が多かったりとか、ファーストもね、左バッターのね、そういう打球が多かったりとかするんですが、ショートセカンドであったら、ちょっとね、またそれとは違ったような打球っていうのが来たりするんで、全然ね、サードファーストとセカンドショートっていうのは違うんでです。違いがあってですね、サード守れるからショート守れるかって言ったらそうでもないし、ショート守れたらサードを守れるっていうのはあると思うんですけども、その逆っていうのは僕はあんまりね、僕が内野手本職ではないので、あんまりこう偉そうに言えないんですけども、そういうところはね、今まで一緒にチームメイトとか見てきてもそういうふうに言ってたりとか、プレーを見てそういうふうに僕は感じたんで、そこっていうのはまた、サードでできてるからショートもできる、モンテスショートでいいじゃないかっていうのは、ちょっと安易な考えなんじゃないかなって僕はちょっと思うんですよね。で、その上で、昨日もそうですけども、伊豆口選手が最近スタメン、多いですよね。で、その上で、昨日もね、非常にいい打撃、タイムリーも打ってましたし、守備でもね、安定した守備を続けてくれてるというところで、おそらくですが、門脇選手であったりとか、伊豆口選手が、物足りないというか、ちょっと頼りないから、モンテスを取ったっていう側面もあると思うんですけども、ここ最近ね、やっぱり伊豆口選手、特に伊豆口選手の活躍を見てるとですね、やっぱりこう、奮起してるというか、やはりモンテスを獲得してね、自分の立ち位置が危なくなるとかいうのもね、もちろん自覚はしてるので、そういったところも含めて、いいプレーができてるんじゃないかなっていうふうに思うし、今現状で言うと、モンテスは僕はサードでいいんじゃないかなというふうに思うし、坂本さんもね、そこまで状態が上がってきてない、上がりそうで上がりきってないっていうのがね、ちょっと兆しは見えてきてるとは思うんですけども、そこまで行き着いてないっていうところがあるので、だったら坂本さんを、出さずにというか、調子が上がるまであまりこうスタメンで使わずに、モンテス、今状態がね、まだ5打席しか経ってないんで、何とも言えないですけども、いい対応をしてるというところで、モンテスをサードに起用していく。昨日は6番とかいう形でしたけども、状況によっては7番も、安倍監督ね、前おっしゃってたんで、そういった打順でもあるのかなというふうに思います。で、実際、どうなるかわからないと。で、今、ジャイアンツ非常に、貯金もね、10あって、4連勝というところで、状態はいいですけども、最近ね、丸さんであったりとか、丸さん、ずっといいですけども、昨日の試合だけで言ったらね、丸さんが、3三振かなしてたし、ヘルナンデスもちょっと落ち気味ではあるので、そういったところで、もう一人ね、モンテスというところをしっかりね、下位打線に据えてやっていければ、非常にいい打線が組めていけると思いますし、投手陣たちもね、非常に、みんなでね、カバーし合いながらやってると思いますんで、モンテスね、もう少し試合数を重ねてね、見てみたいなと思える選手ですし、非常にね、僕の見立ては間違ってなかったなというか、非常にいい対応、日本人向けというかね、日本の NPB に対応しやすいというかね、好打者だなっていう風なね、たった2試合ですけども、そういう風に僕感じております。はい、てな感じでですね、ここモンテス選手の、たった2試合ですけども、見た感想をね、言わさせていただきました。まとめますと、今現状では坂本さんよりも、モンテスをサードで起用した方がいいんじゃないか。で、もしかしたら、坂本さんの状態上がってきて、モンテスも良くてという風になったら、モンテスをショートに、やるオプションもあるかもしれないけども、そこは慎重に、た方が僕はいいと思うし、門脇選手であったりとか、伊豆口選手の奮起というところで、最近のね、伊豆口選手の活躍もありますし、そこをね、無理に動かすというところも、まあ、安倍監督の判断にはなってきますけども、リスクもね、あったりとかすると思うので、非常にね、モンテスが入ったことで層も厚くなりましたし、みんながみんな調子がいいと、ずっといいというわけではないし、全員が調子悪くなったら得点はなかなか取れないけども、調子が悪い人といい人がね、混在してると、いい具合にね、点が取れたりとかするっていうところもあるので、そういったところでうまくね、投手陣もそうですけども、野手陣というところもね、刺激を与えながら、回してほしいなというふうに思っております。はい。てな感じでね、今日は終わってきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わってきます。あ、そうだ。あ、すいません。僕、サブチャンネルというか、もう一つね、チャンネルを、開設いたしましたんで、そちらのね、フォローというか、チャンネル登録もしていただけると、すいません。なんか喉にさっき食べたナッツが、絡まりました。そちらの方もね、チャンネル登録していただけると嬉しいです。あっちの方はですね、まあいろいろ、迷ってるんですけども、まあ、僕自身が面白いなと思えるような動画だけをね、投稿していこうと思います。まあ野球の方はね、こっちで投稿しようと思うんですけども、まああっちではですね、今アメリカにいるんで、アメリカでの生活であったりとか、まあ英語のことであったりとか、僕、まあ趣味が筋トレなんですけども、筋トレであったりとか、まあ Vlog じゃないですけども、まあ僕自身がね、あ、面白いな、みんなに僕のことを分かってもらえるなとか、なんか、あ、これはちょっと見てほっこりするな、みたいな感じで自分が思えるような動画だけをね、出していこうというふうに思いますんで、ぜひね、もう一つの方のチャンネルも、登録の方であったりとか、興味あったらね、動画も見てみてください。てな感じで今日は終わってきます。じゃあね、バイバイ。